お願いします。福岡さ小倉南でドラムとパーカッションをレッスンしています。大竹と言います。よろしくお願いします。遠方にお住まいの方も LINE のビデオツアーレッスンや YouTube 限定公開動画レッスンなど僕のレッスンやメソッドをご受講可能ですので、下記概要欄でぜひお問い合わせください。今日はちょっとクラベを使ってラテンをするわけじゃないんですけど、普通のポップスのポピュラーミュージックのグルーブを強化しようとか、どちらかというと体感しようみたいな、なんか楽しいなって、あ、ドラム叩くのって気持ちいいな、リズムが気持ちいいってこういうことかみたいなのが分かってもらえればいいかなっていう感じです。ちょっと中上級者向けな内容かもしれないんですけど、今日はこのパターン、まず1個目、このソンって書いてあるパターンなんですけど、ソンって見えますか？これドーン、ドタッド、ウッド、ダンっていうパターンです。ドン、ツッド、タッド、ツッド、タッツ、ドン、ツッド、タッド、ツッド、タッツ。なんか聞いたことありますね。こっちルンバって書いてます。ドン、ツッド、タン、ツッド、ツッド、タッツ、ドン、ツッド、タン、ツッド、ツッド、タッ、ドン、ドタン、ドン、ドン、タン。ここをボッサって書いてます。ドン、ツッド、タッド、ツッド、タッド、ツッド、ツッド、タッド、ツッド、タッド、ツッド、タッドン、ドンタドン、ドンドタッドン、ドンタドン。これスポッサ&ルンバって書いてます。ドンドタンド、ドンタドン、ドンツドタンツドツ、ドンタドツ、ドンツタンツドツ、ドンタドツ。なんか全部ちょっと聞いたことがありますね。結構ファンク系の R&B とかの曲とかでよくある、ファンクでもよくある、まあ16部系のビートの中でよくある。今僕は右手8分音符の手で歌いましたけど、片手16刻みでも、この足と手のパターンでよくあるんですよね。でこれがなぜソン、ルンバ、ボッサ、ボッサ&ルンバなのかというと、ソンクラーベ、これ全部3、2っていうリズムなんですが、ソンクラーベの3、2リズムっていうのはカン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 、1,2,3,4, カン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 、ここなんですね。で、ルンバの場合は、1,2,3,4, カン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 、このタイミングなんです。ボッサは、1,2,3,4, カン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 、ここになります。で、ボサノバとルンバのクラーベのちょっといいとこ取りみたいなしたのが、カン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 、みたいな感じになっています。はい。で、このパターン、クラーベっていうのはもともと、まあ、全く知らない方はちょっと僕の今のちょっと説明じゃなくて、ぜひ調べてみて、詳しく説明見たり、生徒さんはまた、レッスンの時に僕にもう一回質問してほしいんですけど、ラテンの音楽をする時に、アンサンブルの軸となるリズムになります。この、カン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 、これずっと聴いてると、頭はトランス状態になってくるというか、ハイな気持ちになってくるんですね。すごいリズムに力があります。ものすごく力のあるリズムです。他にもここに載ってないやつ、サンバとかのアゴゴっていう楽器よくある。カンカンコンコカンカンカコンコンカンカンコンコカンカンカコンコン。これもずっと聴いてたらハイになりません。こういう、特別なリズムたちみたいなのがあります。ただの四分音符とは違って、もうそれを聴いているだけで、なんかこう、陽気になってきたり、楽しくなってきたり、ワクワクしてきたり、やる気が湧いてきたり、そういうリズムがあるんですね。で、そのリズムの特性をポピュラーミュージックとかファンクとかそういうのでもこういう風に取り入れてるんです。で、今回は、あまり深い内容じゃなくて、これをとにかく叩いてみます。で、今回は基本的なやり方でするので、まあ、いずれちょっと応用とかもしようと思いますが、この4つのパターンを右手ひとまず16分音符刻みながらやってみようかなと思います。ちょっと初心者の方には難しいかもしれないですね。で、まあ、中上級者の方で、グルーブって何、気持ちいいって何、よくわかんないけどなんかドラムが楽しいっていう人はこれ叩いて見てください。で、慣れてみてください。なんか絵も言われる気持ちよさと、なんか高揚する感じを感じてもらえるかなと思います。理論攻めで解説していくという方法と、こういう実際に体感してみようっていうレッスン、両方とも受けてみると面白いと思いますね。今回は体感使用系です。実際に叩いてみて、慣れていくことで、あ、なんかドラム叩くのって気持ちいいと、あ、リズムが楽しいってこういうことか、リズムが気持ちいいってこういうことか。なんで今回はこの比べというリズムは、ここが3-3-3-4-2になっていて、ここの感じがこうずっとシンコペーション続いているようになって、ここに着地する感じはするか、ここの終止感に向けてのなんちゃらかんちゃらみたいな理論的なのを置いといて、まあ一応叩いてみようと。
で楽しんでみようというような回になっております。なのでちょっと難しいことは考えずに叩いてみようってことでテンポ80番ちょっとつけてみますね。なります。ちょっとうるさいかも。3からいきましょう。最初は分かりやすく遅くやったんですけども、まあ、今ぐらいテンポがあった方が楽しいかなと思いますね。まあ、今ちょっと僕はこう
若干緊張しちゃってましたけども、なんか楽しく一人で、スタジオに入ってリラックスして叩く と、この4つのビートというのはなんか面白い気持ちいい感覚があります。それはそのクラーベが隠れてるからですね。ラテン音楽とは聞くとなんかこう自然とこう体が湧いてくるというか、こう盛り上がってくる感覚っていうのを、普通のポップスの 16th Ace いろんなグルーブに、落とし込める足のパターンと手のパターンって感じで、まあ、左手はずっと 2-4 しか打ってないんですけどね。でこれは全部 3-2 のやつ、カン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 、ラテンは 2-3 というリズムなんです。カン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 、結構あのブラジルの方の、まあ、その人はパーカッションですけど、パーカッションの方がワークショップ行った時にポップスの音楽にも 3-2 や 2-3 とかクラーベはあるんだと、隠れてまあまあこういうようなことも含めて全部のリズムに 2-3 乗り 3-2 乗りがあると。で結構世の中やっぱ 3-2 乗りの方が多いのかなっていう感じます。なんで2拍目よりも4拍目の方がストンとしっかり着地する感じというか、あの2拍目と4拍目って同じじゃないケースが多いと思うんですね。曲において全部タンじゃない、どちらかというと4拍目の方がどっしりタンっていう感じで、2拍目は まあまだ次につながるタンとかっていう風な捉え方の曲の方が多かったりとかするんですけど、まあいろいろだと思いますが、このクラーベが隠れてるリズムパターンとかを見てもやっぱり4拍目のリズムのところってしっかりクラーベと当てはまってることが多いんですよね。なのであの特にソンとルンバですけども、ソンとルンバの場合は4拍目がバシッと、クラーベに当てはまっていると、しっかり着地点になっているわけですね。なんでちょっと普段ビート叩くときも、2拍目と4拍目少し意識変えて叩いたりするだけでも、今回のパターンじゃなくて普通の8ビートでもなんかちょっと前より叩いてて楽しいな、気持ちいいなみたいになってくると思います。で最終的にはあのメトロノームは外してソン叩いてみたり、いつものドッタッドッタッと違う気持ちよさを感じれるかなと思います。ぜひちょっと体感してみてください。まずやってみると感覚変わったっていう方結構いらっしゃいます。まあ、変わらないっていう人もいるっちゃいるんですけど、まあ、試してみなきゃ自分がどっちかわからないですもんね。ぜひやってみてください。ソン、ルンバ、ボサ、ボサ&ルンバの、要素が隠れている、16th ノートグルーヴの足と手のパターンをやっていました。ぜひ繰り返し叩いてみてください。きっと楽しくなってきます。お疲れ様でした。